10月16日、松山市安城寺町の久枝幼稚園で交通安全を促す音楽演奏が行われました。これは JAF 愛媛支部が公益活動の一環として行っているもので、ボランティアグループを主体とした JAF 交通ドリミグループが幼稚園児や保育園児たちを対象に音楽演奏を通じて交通安全啓発活動をしています。この日は県内で通算100回目を迎える記念公演となりました。園児たちはボランティアメンバーと一緒に歌を歌ったりして、チャイルドシートなどの正しい使い方や横断歩道の渡り方などについて楽しく学んでいました。最後には100回公演を記念して、園児たちからボランティアメンバーに花束の贈呈が行われました。交通ルールを教えてくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャイルドベルトみたいなやつに座ってね、後ろに座る。それで2番はね、信号のね、渡るね、やつをした。あと、それでね、歌を歌った。それがね、一番楽しかった。みんなで交通安全をこれから守りたいです。今後も交通安全について、子どもたちの心に残るような活動が続いていってほしいものです。